出すと長野城の両側から馴染みの女郎の吸い付けタバコで着せるの雨が降るようだ。いくら大臣などと大きな面をしてもこういうことは金づくじゃできねえ。やいサブレ、悪く染め上がると鼻の穴赤たぶねけこむぞ。これはまた食うてひり、つるんで迷う世界中、神天使より下庶人まで。金と実力で武士階級に対抗した町人の自由な精神は、怠惰な武士たちに代わって、社会を動かす力となっていた。世の中に、かほどうるさき者はなし、文武といいて夜も寝られ、武士はもちろん将軍まで遊興にふけ、その費用は重税となって農民を苦しめた。それに引き換え若くたくましい町人階級の経済的支配は、また文化の面でもいわゆる町人芸術の花を咲かせていった。中でも武家貴族の伝統的画風の束縛を離れた浮世絵版画は、印刷によって広く民衆の中に普及していった。あの極彩色の絢爛たる錦絵版画は、鈴木春信の美人画として初めて世に出たのが北斎の6歳の時であった。北斎は14歳で版画師の徒弟となり、19歳で絵を志し勝川春章の門に入った。だが文鳥、清永、豊春、歌麿の優里を描いたのに飽き足らず、ひたむきに各流派の門を叩いた。狩野派、土佐派、丸山派、光琳派、また中国の画法まで学び、貧窮の中でもだえ苦しんでいた。23日雨天、終日絵を描く。去年今日米沸騰にて天下乱をなす。その頃北斎は芝交換と知り合った。北斎が交換に直接学んだのは、幾何学、解剖学、油絵、銅版画であったが、それらを通じて洋学者交換の科学精神は、北斎の心を魅了したのであった。実に交換こそ、北斎の進路を示した偉大な教師だった。かくして北斎の独自な画風が生まれた。翼ありて高く飛ばず、花咲いて実を結ばず、と書かしめた北斎の写実精神、その新鮮な感覚、大胆な形式は、実に西欧の近代絵画に多くの影響を与えたのである。
誠に今日は能中一門もござなく候、引っ越し後だいぶ工面ゆえ、何とぞ少々をお貸しくださるべく候、娑婆に住むかゆなき鍋のつる切れて、救う菩薩もあらじと思えば、身にの手たらくご一生くださるべく候。北斎は一生に93回も引っ越したと伝えられ、破れた着物を着て、食い物を包んだ竹の皮を取り散らしたまま、終日目が霞むまで絵筆を離さなかった。北斎の貧乏はむしろ豊かな才能のためであった。彼の描いた絵は庶民から愛されたが、武士たちには嫌われた。中でも漫画は手軽に庶民生活に馴染んでいったのである。生き生きとした庶民生活を描くと同時に、大胆に武士の生活を冷やかしたのであった。北斎は二人の妻をめとったが、いずれも死別したと言われる。そして三人の娘と一人の孫があった。北斎の手紙に、巨春より孫宝刀につき、いろいろ尻拭い感動もたびたび申し入れ候ところ、
万事院長兵衛折々出現つかまつり、やれ月迫りの今一応のと、難儀は老人一人にて、洋々当人父、柳川重信へ引き渡し、奥州へ連れ参り候えども、今にも逃げ帰り候やと、不安に候えども、まずはほっと息をつきまかりあり候。晩年わずかに三行お栄が、彼の画業を助けたのであった。楽しみ極まる時は苦しみ、窮して後必ず楽し。今や世を挙げて享楽的な消費生活に溺れていた中で、一人北斎は働く者の姿を描いたのであった。死後の極楽成仏を眼前に見せつかわそう。この一気取り壊しが江戸にも波及した。時に北斎77歳の時であった。14歳で版画師の徒弟となってより60年よ。その間安永天明寛政共和と打ち続く失勢の中で生き抜いた北斎は、人間を信じなくなり、絵が唯一のものとなった。そして自ら画狂人と称して画業に励んだのである。近従中魚の骨格、草木の出世を悟り、80歳にしてますます進み、90歳にしてなおその奥義を極め、
100歳にしてまさに神妙な乱か、110歳にして一点一角生けるごとくならん。100歳まで生きれば一人前の絵描きになれると言った北斎も、90歳を迎え、間もなく死の床についたのである。西暦1849年、嘉永2年4月18日、北斎はついに91歳の長い一生を閉じたのである。